言うてもね、やっぱりね、偉そうになってんすよねこんな仕事してると。あの頃そのバイト先で給料袋入って渡された時、やっぱり両手でありがとうございますってもろうてたなと。なんでわしはありがとうございますって両手でもらえんようになったんやろとちょっと思いましたね。あ、これうわ、タコ大将にしてる。へー、すごいね。よいよいよい、どうやったん。わしが着てたやつやん。漫才のスーツ着るよりなんか引き締まるかもしれない。お笑いの仕事してるのが月に3回か4回、あとはたこ焼き屋でバイト。何も芸人っぽいことせずにずっとたこ焼き焼いてた方。はい、この感じね。最初の一投目を入れるのが大事。はい、完璧。いや、たこ焼き屋さん好きやったんかな。やりたいことをやってみよう、この街で夢を叶えよう、どこにチャンスがあるかわからへんぞ、さあ夢の第一歩、どうせやるなら楽しもう、仲間もきっとできるだろう、人と出会えるきっかけあふれてる、バイト探しはインディード。あの、ノブとネタ合わせしてた場所ですね。はい、どうも、千鳥です。オーディション落ちてんのに、何の根拠もないけどすごい自信だけありましたね。我ながらすごいな。いや、これね、嬉しいね、本当に。いらっしゃい、いらっしゃい、焼けたよ、たこ焼き。カップルでたこ焼き食うてる時は一番ええわ。いかんにかん。大悟が焼いたやつを食べましょう。次はガンとあかんわ。おー、くさー、びっくりした。いや、どうしよう。大悟のたこ焼き食べたい。あ、焼くわ。こっちの母親じゃないけど、月に一遍ぐらいあのうなぎ弁当を作ってくれた。一番うまい。高いうな重より。自分で決める人生や、何をもっての幸せか、悩んで迷って本で上向いて一歩一歩進んでいこう。自分のために汗かける、人のためにも汗かける、そんなあなたをみんなが好きになる、仕事探しはインディード、さあみんなで働こう。